こんにちは、エリコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画ではちょっと機材テロ動画なので注意しながら最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。今日は 135mm という焦点距離のレンズが欲しくなる理由10ぐらいを話します。ではスタート。OK、 もう注意したからね。今から最後まで動画見る方は自己責任で、 135mm というレンズ焦点距離が欲しくなる理由を10ぐらい話しながら、実際に 135mm で撮影している写真をいっぱい見せます。そしてもし私のチャンネル初めて見てる方だったら、ぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたら、これからもいろんなカメラに関係する、光の使い方に関係する動画をアップし続けるので、ぜひフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。そして動画始める前に、 135mm 持ってますか？持ってるか持ってないかはぜひ上のカードにアンケート入れるので、ぜひチェック入れてくれたら嬉しいです。あとコメントもしてくれたらめっちゃ嬉しいです。まず一番最初の理由、ボケがめっちゃ綺麗、ボケが柔らかくてめっちゃ綺麗。 135mm で撮影している時の、例えば緑バックにする時とか、普通に何か空バックにする時とか、めっちゃボケ方が綺麗だから、 135mm という焦点距離のボケがすごく最高です。そしてその次の理由が、実際に 135mm で撮影している時、大体同じフレーミングで被写体の顔を写真に入れると、長いレンズの方が顔の歪みが少なくなります。顔の形がちゃんと写ります。だから24mm でめっちゃ近い感じで撮るよりも、 50mm で撮った方が鼻が普通に、全体的に顔がちゃんと写ります。85mm までいったら、 135mm までいったら、さらに形がそのままかっこよく映ります。そして 135mm で結構ちゃんとした形、いい形には映るけど、人の顔がって言っても、長ければ長いほどいいってさっき言ってたでしょ。確かに200とか300にするとさらに歪みが少なくなります。さらに結構ストレートに人のラインが映るんだけど、そうなると次のポイントに行きます。ポイント3は、 135mm はギリギリ被写体とまだコミュニケーション取れる焦点距離です。確かに200の方がさらに背景もボケるし、さらに顔の形がちゃんと映るけど、 200mm まで行くと結局もう被写体とコミュニケーション取れなくなります。135mm になるとまだギリギリ話しても大体通じるぐらいの距離にはなるので、次の理由は 135mm はギリギリ被写体とコミュニケーションが取れる中望遠単焦点レンズです、焦点距離です。次のポイント4は背景の圧縮です。結構長い球なので、ちょっと離れると背景も結局大きくじゃなくてだいぶ小さくなります。背景も結構小さくなって、そして例えば結構でかい後ろのビルでも被写体と同じサイズになったりとかで、結構例えば背景を圧縮することができます。で、例えば結構大きな情報、いろんないらない情報のある環境とかで撮影している時に 135mm を使うことによって、結局背景をシンプルにして圧縮すると、結局シンプルな感じの写真になります。そしてそれが次のポイント5につながってます。結局ポートレートを撮影している時に被写体がメインです。被写体がメインなので、被写体にピントを合わせて、そして背景をきれいにぼかしたい、そういうふうに結局被写体が写真の中に目立つことができます。そして次のポイントも、被写体と背景のセパレーションができます。被写体は被写体、背景は背景、そういうふうに全然別々のものとして捉えることができます。だから 135mm とかを使うときに、結局きれいに被写体と背景を立体的な感じで分けることがかなりまた大きな理由です。そしてまたいっぱい 135mm で撮影している写真を見せながら次のポイントに行きます。
機材テロをちょっと続けます。135ミリはピントがめっちゃ速いです。かなりピントが速い。そして、まあ、キャノンのレンズの中で多分今まで使ってたレンズで多分もうトップなんじゃないかなと思います。まあ、70-200も結構ピント速いけど、まあ、それに比べたら 135mm の方が軽いし、ボケの方も美しいし、あとキャノンの 85mm の F1.2 とかも、まあ、何回も使ってるけどピントがあんまり速くないんだよな。 135mm はギリギリ目で見えない、見えるか見えないかぐらいの環境でもピントは普通に合います。最近のキヤノンの 85mm の F1.4 も出ましたよね。実はちょっと試しているところで実際にどれだけピントが速いのかはまたいろいろ動画をこれからちょっと取り上げようと思っています。なので 135mm はめっちゃピントが速いです。またレンズを選ぶときに特に暗い環境で撮るときにもし夜景ポートレートを撮るのが多いとかだったらきっとピント速いレンズを買った方がいいと思います。そして、まあ、それが次のポイントにつながるけど、だいたい 135mm は暗いところにでも結構ピントが速いです。結構暗いところにでもピントが合います。そして、まあ、キヤノンの 135mm とシグマの 135mm が今キヤノンマウント用あるので、まあ、キヤノンの 135mm は F2 でシグマの 135mm は F1.8、まあ、結構明るいので開放が F2 になると普通に結構暗いところにでも撮影できます。手持ちでも、まあ、自分の手でどれだけ遅いシャッタースピードでカメラを持てるかにもよるけど結構暗いところでも F1.8 とか F2 で撮影できます。だから暗いところにでも 135mm はすごくいいレンズです。そして次のポイントは 135mm はめっちゃシャープです。キヤノンの 135mm もすごくシャープで綺麗だけど、それよりもシグマの 135mm はさらにシャープになります。まあ、もちろん、まあ、発売日は20年ぐらい離れてるのは、まあ、全然あるのはあるけど、結構 135mm でもキヤノンの 135mm でもシグマの 135mm でもかなりシャープです。 135mm で撮影、 135mm で撮影。そして一番最後にコスパがとってもいいレンズです。コスパがとってもいい単焦点レンズです。シグマの 135mm はもちろんもうちょっと高いかもしれない、12万とか13万だったかな。キヤノンの 135mm は確か新品で10万くらいだったと思うんだけど、中古で普通に多分7万8万ぐらいで買えるレンズです。シグマの中古はまだ見てないけど多分まあ10万ちょっと超えたぐらいの感じで、もうその値段でこんな感じの写真撮れるめっちゃ最高なレンズが買えます。私も 135mm 一番最初買ったのがキヤノンの 135mm は確か4年5年前ぐらいで、もう今までに 135mm が私のメインの焦点距離です。 OK、まあ、この動画見てもし 135mm 欲しくなったなという方がいればぜひコメント入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。 OK、 何か質問とかがあればまたコメントで入れてください。もしこの動画少しでもいいなと思ってくれたらぜひ下のイエイボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてもし私のチャンネル初めて見てる方だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたら、これからもいろんなカメラに関係する光の使い方に関係する動画をアップし続けるのでぜひフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。
機材テロはこれで終了で、エルコでした。